皆さんどうも、マキーです。今回はね、今イベントで登場した新キャラのあなたよね、早速なんですけど完全評価ねしていきたいかと思います。ガチだったりね、攻略どうしようか迷ってる人のね、良ければ参考になればいいかなってことで、今回のイベントからね、初一にキャラ評価を出していこうかなと。で、早速ね、7体いるんでどんどん1体ずつ評価していくと、まずはね、今回の主役のウルターゼットのリュータラね、このキャラが技がね、技ためで、スキルがフィーバーになったら技ゲージが溜まったり、自分以外の必殺技を使うと自分の技ゲージが溜まるかな。まあこのキャラは正直、まあ、ウルターゼットに火力は高いっていうところはあるんだけど、不思議っていうのがあってね、ライバルが強すぎたり、まあちょっとウルターゼットとしてはね、技もスキルもね、ちょっと目立って強さがあんまりないんで、まあ、このキャラはね、今回ちょっと無理してね、正直狙う必要ないと思う。だから、ウルターゼットコンプとかね、リュータ欲しいとかって人以外は、ちょっと無理して狙う必要ないわ。まあ、攻略の家ではね、封印ステージめっちゃ強いから大事なキャラなんだけど、キャラ性能だけで言ったらちょっと正直微妙だわ。うん。で、続いて、2体目がこのキャラがね、封印の、リュウドウだね。このキャラがね、今より結構話題でめっちゃ強いキャラで、まずね、技がデカプに作ってくれる攻撃力アップなんで、まあ最強技だよね。で、スキルがフリースキルだったり、自分のデカプに消すと自分以外のヨカプニの、技ゲージが溜まるってことで、まあこれはね、マズラボルトとアスカのね、まあ合体したような性能で、まあこれ現状さ、ペコラと、まあペコラを超えるぐらいの最強バフになると思うんで、まあこのキャラはね、もう取るしかないっしょ。で、取るに至ってリュータがね、ほとんどの場合必要になってくるってことで、まあリュータも結構ね、大事になってくるんだけど、このキャラね、評価で言ったらかなり高いし、絶対取っとしてキャラになるわ。うん。続いて3体目がかまいたちだね。このキャラが、整理技持ってて、次にフィーバー加速だね、スキルが。で、あと復活で、かなり持ってるものはね、強いんだよね。だから、技もスキルも悪いところが一つもないんだよね。で、でもね、悪いところ逆に上げるとしたら、逆にっていうかね、プリチーなんだよね。だからもう、ハイバラだったり、シュカとか、フィーバー加速枠いたり、コキビとかの復活がもうね、夏目とかね、大量にね、その上位互換ぐらい強いキャラがいるから、まあ、その辺今言ったよね、キャラたちが持ってないっていう人はね、このキャラね、一気にね、評価上がるんですけど、その辺全部持ってますっていう人はね、このキャラ無理して狙う必要ないんだけど、その辺何回も言うけど、持ってないってなったらね、かなり狙う価値あるね、キャラなんで、まあ、キャラ性能で言ったらね、かなり高いかなと思うわ。で、続いてこっからが、ダブゼだね。ちょっとトレテが現状だから1体しかない。あ、2体いるわ、ごめん。2体で。で、こっからがダブゼで、鬼ゴボだね。このキャラがちょっとこっから見づらいけど、2種類の妖怪プリ消して1体攻撃&自身が降る。で、スキルがボーナス玉だったり、フィーバーゲージが溜まりやすいだから、まあ、このキャラは正直言ってスキル2だけかな、強いところで言ったら。だから、今後ダブゼ以下のね、フィーバー加速枠としては一応使えるかと思うんだけど、まあ、四天王寺とかね、勇ましで言ったらいるんで、まあ、このキャラは基本ね、ちょっとキャラ性能的にも、まあ、そこまで強くはないんでね。特にガシャ回す必要ないかなって感じだわ。続いて鬼蜘蛛とね、セットになる鬼蜘蛛だね。このキャラがボーナス玉作るでね、全ゲージ1体攻撃で、スキル1が、自身の妖怪ピンが繋がりやすいだったり、スキル2が自身の妖怪ピンを繋げると普段より大きくなる。だからスキル1とね、スキル2の相性はめちゃくちゃいいから、技の連発性で言ったらめちゃくちゃ高い。だから今後ね、その、不思議の攻略の技ゲージ吸収ステージではかなり活躍していけると思うわ。うん、トップクラスにね。だからそういう場面を見るんだったら強いんだけど、これもさすがに無理して狙う必要ないと思うわ。うん。なんか狙うべきか狙わないべきかみたいになってるけど、まあ、そんな感じの方がね、みんなの、まあ、参考になると思うんで。で、続いてね、報酬キャラのワルニャンだね。このキャラが一体攻撃&サボらせる。で、スキル1が自身の妖怪ペニがデカペニ振ってくる。で、スキル2が自分のデカペニを消すと自分以外の妖怪の技ゲージが溜まるだね。まあ、このキャラはちょっとサボり技って時点で連発厳しいし、ちょっとね、スキルもデカペニ振りとサボりあんまり相性良くないしね、パッとしないんで。まあ、このキャラはね、おはじきやらないと手に入んないキャラではあるんだけど、まあ、攻略このキャラのためにするっていうのは基本ないと思うわ。うん。まあ、封印ステージの特攻としては強いんでね。そのために取るっていうのはあれだと思うけど。で、ラストがね、自分もこのキャラ唯一取ってないんですけど、スターターパックのね、シャドウだね、亡霊番長の。このキャラが、中央プニゲシの一体攻撃。で、スキルがたまに受けるダメージを減らすってことで、スキルに関しては強いんだけど、まあ、スキル言うて1個だしね、ちょっと必殺技がね、本当に微妙すぎるから、まあ、これはね、さすがにスターターパックは、買わないでいいと思うし、キャラ性能的にも微妙だわ。まあ、そんな感じかな、パッと7体ね。まあ、ざっと紹介しましたけど。それでね、2枚目で基本狙うべき、もうキャラ性能だけね、その特攻も無視して、最後ね、キャラ性能だけを話すと、この、竜道かなと、まあ、ワンチャンかまいたちもありかなって感じになると思うわ。でも基本はね、竜道を、まあ、ほとんどの強いキャラ持ってる前提だった竜道だけね、取るのを目標に。だからイベント攻略はね、やっぱした方がいいと思うわ。だから、つまりガシャもね、基本回さないといけないってことで、まあ、結論は結局ガシャを回して、強敵のこのね、竜道を頑張ってゲットしようってイベントになると思うから、まあ、キャラ性能の評価で強いのってあげると、竜道になると思うわ。まあ、こんな感じかな。まあ、ほとんどみんなの意見一緒だと思うわ。
はい、ということでね、今回の動画は以上になります。よければ、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。